皆さん、こんにちは。日本体育大学助教の職につき、2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事にも任命されている元体操界のヒロイン、田中理恵さん。まるでお人形のような可愛い顔立ちと、優美に舞う美しい姿は男女問わず、かなり人気が高いですよね。そんな田中理恵さんですが、清廉潔白のような見た目からは想像のつかない、あの有名野球選手との性癖が明かされています。今回は田中理恵さんの性癖と再婚の真相、体操協会からデキンになった理由について紹介します。田中理恵さんの父親は体操クラブも開いており、母親も体操選手で、兄の田中和人選手、弟の田中雄天選手も同じく体操選手という体操一家で育っています。長い手足を生かした美しい演技が持ち味で、2010年のロッテルダム世界選手権では日本人女子として初のロンジンエレガンス賞を受賞しています。その後、2013年12月16日に日本体育大学世田谷キャンパスで記者会見を開き、現役生活からの引退を発表しています。そんな田中理恵さんは、現役引退後の2014年3月14日にフライデーのスクープによってスポーツ紙が一面で熱愛が報じられます。その熱愛が報じられた相手とは、野球選手で読売ジャイアンツ所属の坂本勇人選手です。皆さんの記憶にもまだ残っているだろう、あの女性トラブルを起こした坂本選手です。2022年9月10日に文春オンラインで報じられています。内容としては、坂本選手は飲み会で知り合い、肉体関係を持った20代の女性に否認もせずに性行為を続けた結果、妊娠させています。それを聞いた坂本選手は、下ろすなら下ろすで早い方がいいやろ、下ろしてくれるなら会うよと暴言を吐かれ、ショックのあまり自死未遂を起こしたというものです。他には、お口に入れたい、おえをさせたい、来たらすぐ入れよ、いい、いきなり苦しいやつ、今日中出し、ダメ、 LINE のやり取りが明かされ、波紋を起こしていました。集英社オンラインの独自アンケートは、あなたが思う本当の2022年流行語は、では、坂本選手の LINE から流出したケツ穴確定が堂々の1位を飾っていました。そんな価値観を持っている坂本選手と付き合っていた田中さんも、同じようなプレーをしていたのではないかと考えられます。見た目は可愛く綺麗で清楚そうな田中さんからは想像もつかないですよね。2人はすぐに破局が報じられ、原因は価値観の違いとも伝えられていますが、夜の価値観の違いだった可能性が高いですね。2017年1月1日に結婚したことを発表している田中さんですが、再婚との噂が出ています。結婚相手の男性は太陽光関係の企業を2社経営しており、売上高は45億円にも上る若手経営者の森翔太さんと言われています。森さんは大学卒業後、大手広告関連企業の営業職に携わり、営業成績は優秀だったそうで、サラリーマンとして働きながら実業家である父親の支援を受けて起業しています。売上が安定してきたところで脱サラしたそうです。かなりの超セレブ社長ですね。再婚にの噂についてですが、2人は特に再婚しているというわけではありません。ではなぜこのような噂が流れたのかというと、原因は2つ考えられます。1つ目は先ほど紹介した坂本さんとの交際です。2人の交際期間は短かったものの、坂本選手がキャンプで家を空けている時も、田中さんが家を訪れ部屋の掃除することあったり、田中さんは坂本選手の父親に会っていたそうです。周りにも結婚することを匂わしていたそうです。この情報が混ざって再婚というような噂が広まった可能性があります。2つ目は人違いです。田中理恵さんというのは、今回紹介している元体操選手の田中さんではなく、声優の田中理恵さんのことと間違っているという可能性です。実は声優の田中理恵さんは同業者である山寺宏一さんの嫁さんだったのですが、残念ながら2018年7月にお互いが思い描く将来のために別れを決意したと離婚を発表しています。ただ実際には田中さんは再婚ではありません。このような様々な要因が絡まって勘違いした人が出てしまったのかもしれませんね。田中さん夫婦は東京都内の一等地にある超高級物件に住んでいるようで、
旦那さんの愛車は超高級会社のアストンマーティンやベントレーで、値段は2000万円前後もすると言われています。お二人が出会ったきっかけは友人の紹介で、田中さんは体操選手を引退してから積極的に恋愛をするようにしていて、あまり良い相手と巡り合えなかったのか恋愛をストップしていた時期があったようなんです。その時期に森さんを紹介されて二人は出会っています。実は旦那さんは田中さんの輝かしい経歴について全く知らなかったようで、なんと3度目の食事デートで田中選手ということにやっと気づいたそうです。中には有名人と付き合っていることを自慢したい、お金もたくさん稼いでるんだろうし逆玉の腰に乗りたいと思ってる男性もいるかもしれませんが、自分のことを何も知らない旦那さんが新鮮でミーハーな気持ちで付き合っていないところに心惹かれたと言います。現在はお子さんは2人います。結婚した翌年の2018年2月22日に第1子を出産しており、2022年12月には第2子の妊娠を発表し、2023年5月24日に第2子の出産を報告しています。家族4人で仲良く暮らしているようです。最後に体操協会からデキンになった理由についてです。日本体育大学助教の職につき、2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事にも任命されており、その傍らスポーツ番組で世界選手権の取材に携わるなどキャスターとしても活躍し、体操界への功績は大きいはずですが、日本体操協会からデキン扱いになっていると言われています。体操世界選手権代表団の市議会で田中が選手のインタビューをする予定のですが、体操協会は局アナのインタビューのみ許可し、田中の取材はお断りと通達しています。協会サイドは田中が指導者としてではなくタレントとして大会に顔を出し、選手に友人のように接してくることを問題視しているようです。さらに引退後にスキャンダルが立て続けに報じられたことで、選手たちへの悪影響を懸念しているそうです。後輩の体操選手とのキスプリクラも流出し、二股疑惑も出て、今ではすっかり尻軽なイメージがついてしまったせいで、協会とすれば男子選手と密な関係になったり、女子選手たちに男遊びを教えられたらたまらないということでしょう。そのような理由から体操協会から煙たがられているようです。イメージダウンにはつなげたくないからでしょうね。今回は田中理恵さんの性癖と再婚の真相、体操協会からデキンになった理由について紹介しました。いろいろ噂が出ているようですが、現在は結婚した旦那さんと幸せに暮らしているようなので、このまま平和に生活してほしいですね。たびたびテレビや YouTube 活動をしているようなので、今後の動きにも注目していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。